中曽根康弘元首相の孫で、公文玄外相の長男、安隆史35が、次期衆院選で、群馬一区から立候補する21日午後に出馬を表明することが分かった。関係者が明らかにした。中曽根氏が出馬すれば、保守三分裂となる可能性もあり、調整が行われる可能性がある。一区の候補者調整で、自民党県連は、 女性問題を抱えた現職の佐田玄一郎氏は諦めを見迫氏比例北関東を公認として推薦をすることを決めている。ただ、佐田氏も現職として出馬に意欲を捨てておらず、そこに中曽根氏の動きが活発化していた。民進は現職の宮崎武氏氏が挑み、共産は棚八節子氏を擁立する構えだ。中曽根氏は慶応幼稚者から、 慶応大まで進学。高校。大学中は、ゴルフ部で活躍した。同級生には、人気グループ、嵐の桜井翔さんがいる。米コロンビア大大学院では、自民党の小泉慎次郎ヒットを副幹事長と、机を並べた。JP モルガン証券に勤めた後、公文史の秘書を務めていた。